グレゴール・シュトラッサーは、ドイツの政治家、国家社会主義ドイツ労働者等の全国指導者。ナチ党が、ミュンヘン一揆の失敗により禁止された時期に、ナチ党の偽装政党、国家社会主義自由運動で頭角を表し、ナチ党再決闘後に、党首アドルフ・ヒトラーより、北部ドイツのナチ党の再建を任された。その後、党中央で、宣伝全国指導者や、 組織全国指導者を務めた。実定夫シュトラッサーと並び、ナチスサ派を代表する人物であったが、保守派のヒトラーから疎まれて、やがて実権を喪失した。1932年12月には独断で、首相クルトフォンシュライヒャーと接触したため、党役職の辞職に追い込まれた。さらにナチ党の政権獲得後に長いナイフの夜、事件において粛清された。幼少期の写真右が、 クレゴール・ヒダリが弟パウル1892年、ドイツ帝国首都バイエルン王国ガイゼンフェルトのカトリック家庭に生まれる。ミュンヘン大学で薬学を学んでいたが、第一次世界大戦の開戦と共に第一バイエルン、野戦砲兵連隊に入隊した。大戦中に中尉まで昇進し、一級鉄十字章と二級鉄十字章を受けた。戦後、エアランゲン・ニュルンベルク大学に入学して、 薬学の勉学を再開。1919年にはバイエルンで組織されたフランツフォンエップ大佐率いる義勇軍エップに参加した。後の新英隊全国指導者ハインディヒヒムラーは義勇軍時代にシュトラッサーの副官をしていた。薬剤師試験に合格した後にランツフットで薬剤師として働いた。1920年に突撃隊からナチ党に入党。 1921年にヒトラーとエイリヒルーデンドルフ将軍の面識を得る。1923年11月のミュンケン一期には突撃隊の一隊を率いて参加した。一期の失敗後に裁判にかけられ、1年半の禁錮刑を受けたが、1924年5月に仮釈放される。ヒトラーがランツベルク刑務所で服役中、ヒトラーを代理するのは、 アルフレート・ローゼンベルクだったが、エイリヒ・ルーデンドルフ将軍は、ローゼンベルクを富み、逆に、シュトラッサーを気に入っていた。そのため1924年6月12日に、ドイツ民族自由党とナチ党残党勢力が合流して、国家社会主義自由運動が創設された際には、その全国執行部には、ルーデンドルフ、シュトラッサー、および、 ドイツ民族自由党党首のアルブレヒト・フォングレーフェの3人が入ることとなった。国家社会主義自由運動の活動と宣伝は、主としてシュトラッサーとエルンストレームが指導していた。1924年12月7日の国会選挙で国会議員に当選した。1924年12月20日にヒトラーはランツベルク刑務所を出国し、 ルーデンドルフ将軍やドイツ民族自由党と共と、を分かって1925年2月27日にビュルガーブロイケラーでナチ党再結成を宣言した。ルーデンドルフやドイツ民族自由党と共に活動してきたシュトラッサーはこの再結党式に参加しなかったが間もなくシュトラッサーもドイツ民族自由党との関係を清算してヒトラーを党首として受け入れることに同意した。 1925年3月11日にヒトラーは、シュトラッサーに、北西ドイツでのナチ党組織の再建を委任した。シュトラッサーは、ベストファーレン、ラインラント北部、ハノーファー、シュレースビヒホルシュタインに大勘区指導者を設置させた。シュトラッサー自らは、ニーダーバイエルン・オーバープファルツ大勘区指導者に、就任した。シュトラッサーの求めに応じてヒトラーは大勘区指導者に、 広範な権限を与えた。南ドイツでは、ミュンヘン一期後に、支部数が減少したが、北、ドイツではむしろ支部数が増加した。増加した支部は北、ドイツに強い力を持っていたドイツ民族自由党から、ナチ党へ移った者たちによって設立されたものであった。一期前は、バイエルンに限られていたナチ党は、北西ドイツに勢力を広げた。しかし北西ドイツでは、 バイエルンと異なり、独独しい反ユダヤ主義はあまり支持を得られなかった。代わりに、社会問題に対する明確な態度を取ることが必要であった。シュトラッサーと弟の夫、ヨーゼフ・ゲッペルス、カール・カウフマンなど、北西ドイツのナチ党指導部は、反資本主義思想を強め、ヒトラー・ラミュンヘンの党本部と対立を深めた。1925年10月9日には、 シュトラッサーとゲッペルスが中心となり、北西ドイツ大韓区活動共同体、アービッツ・ジェメインシャフト・デアノール、ウント・ノード・ウェスト・ドイツ・ンガウエデア・ NSTP が創設された。これは、北西ドイツの大韓区指導者の合議体で、ヒトラーが率いるミュンヘン島本部に対抗する、ものであった。しかしこれは北、ドイツ大韓区の緩やかな統合組織でしかなく、当初より不統一さがあった。 一方の南部ドイツの大韓区はミュンヘン島中央のヒトラーの下に中央集権で強固に固まっていた。北のシュトラッサーが南のヒトラーの権力に常に及ばなかったのはこのためである。さらに島中央のマックス・アーマンが管理するフランツエール出版に対抗するため1926年3月1日に闘争出版社という出版会社を立ち上げた。 この出版社は17市あるナチ党の新聞のうちのナを担当した。同出版社はハーケンクロイツの上に社会主義を表すハンマーと国家主義を示す剣を組み合わせるシンボルマークを使用しており北部の社会主義的な傾向がよく現れていた。同社は間もなく習慣し国家社会主義通信を発行した。1925年末には弟、夫や ゲッペルスらと共に新しい投稿量案を作成した。これは国家社会主義理論の強化のため現行投稿量を衝術化したものだった。あくまで衝術化であり、公領の根本原理を修正したものではなかったが、ヒトラーは当主である自分に相談もなく北西ナチスが勝手に進行量案を作ったことに激怒した。またヒトラーが考えるところでは投稿量は 融通自在に解釈できるよう簡潔で、抽象的でなければならず、綱領の正実化は運動の戦術の自由を縛って、しまうものに他ならなかった。シュトラッサーは、この新公領案への承認を求めるために、翌1926年1月25日に、ハノーファーにおいて、北西、ナチスの大勘区指導者たちを招集した。この会議にヒトラーは出席せず、 ゴットフリート・フェーダーを代理で送った。ヒトラー本人が出席しなかったこともあって、会議は終始グレゴール優位に進んだ。フェーダーは、ヒトラーも私もこの交領案を認めるつもりはないと主張したものの彼とロベルトライを除く全員が交領案に賛成した。また会議では、共産党が提案していた、皇室財産没収法案についても論じられた。シュトラッサーは、 没収に賛成していたが、ヒトラーは反対していた。フェーダーは、この法案はユダヤ人のペテンであるとヒトラーは主張していると訴えたものの、矢じり倒された。さらにゲッペルスが立ち上がって、ヒトラーの除名を要求する一幕もあった。しかし1926年2月14日には、今度はヒトラーが自分の影響力が強いバンベルクで反撃の会議を召集した。 ここでヒトラーは、公室財産没収を主張する者は、銀行や取引所に救っている、ユダヤ人の財産は没収しようとしない嘘つきであると、断じた上で、旧諸行には彼らの権利に属さない者は何一つ、渡してはならない。だが、旧諸行に属する者を不当に奪うこともまた、許されない。党は、私有財産性と正義を擁護するからだと論じた。さらに、 信仰量案についても一条ずつ批判を加えていき、最後には我々の信仰、我々の世界観の創立証書である。これに揺さぶりをかけることは我々の理念を信じて死んでいった人々に対する裏切りを意味すると結んだ。ゲッペルスの日記によれば、これに対してシュトラッサーは不手際な反論しかできなかったという。さらに1926年3月9日にシュトラッサーは 自動車事故で重傷を負い、長期入院した。ヒトラーは、この、シュトラッサーの不在を後期として、5月22日に、ビュルガー・ブロイケラーで、党員総会を召集して自分に、すべての大韓区指導者の任免権を認めさせた。さらにヒトラーは、シュトラッサーを見舞い、エッサーに代わって、党宣伝全国指導者に任じるので、北、ドイツ大韓区活動共同体は解体してほしいと、 頼んだシュトラッサーはこれに同意し、1926年7月1日に北ドイツ大韓区活動共同体を解散させた。これによりヒトラーのナチ党完全支配体制が確立した。1927年のナチ党党大会。ヒトラーの左後の人物が宣伝全国指導者、シュトラッサー。突撃隊最高指導者、フランツ・プフェファー・フォン。 ザルモンや宣伝全国指導者代理ハインリヒヒムラーの姿も見える。1926年10月中旬にヒトラーより宣伝全国指導者に任命された。1928年3月31日に国会が解散されて選挙戦に突入するとヒトラーは自ら宣伝全国指導者を兼務したので代わってシュトラッサーは組織全国指導者に就任した。 さらに1930年7月18日に国会が解散されて選挙戦に突入すると組織全国指導部は2つに分けられた。プログラムをナチスの世界観に基づいて立案する部署が第二組織全国指導部として独立し、シュトラッサーの友人のコンスタンティン・ヒールルに任された。政権批判、時事問題の処理、戦術の決定などは シュトラッサーの第一組織全国指導部が担ったシュトラッサーは反対を押し切って党の組織強化を行い組織者として優れた能力を発揮した大管区の権限を党中央に移す中央集権化党内の組織化効率化を推し進めたシュトラッサーは州監察官と全国監察官の制度を作り大管区ごとに配置させ衆議会選挙や 国会選挙での立候補者をコントロールした。国会でも積極的な活動を行い、党内外でシュトラッサーの評価は高まった。1930年の国会選挙でナチ党が勝利するとナチ党と接触しようという外部組織、政党が増え、シュトラッサーはそうした勢力から重要な交渉相手とみなされた。1931年初頭までのシュトラッサーは、 ヒトラーに次ぐナチ党のナンバー2であった。しかし1930年7月に急進的な社会主義者だった弟夫がヒトラーとナチ党の党指導に反発して離党したことによりシュトラッサーも党内の立場を悪くした。さらに1931年初頭にスキー事故で長期療養したために党内での影響力をさらに低下させてヘルマンゲーリング、ゲッペルス、 エルンストレームの3人とナンバー2をめぐって争う、レベルの権力者に落ちた1932年、ベルヒテスガーデン。左からヒトラー、シュトラッサー、レーム、ゲーリングナチ党は1932年12月に成立したクルト・フォンシュライヒャー内閣に野党の立場を取っていたが、シュトラッサーは、ナチ党の負債が巨額になっており、選挙資金は枯渇し、まともな選挙運動は、 ほとんどできないことを気にかけていた。実際、その影響で1932年11月の国会選挙でもナチ党は、得票を交代させ、12月4日の駐林元州衆議会選挙では前回選挙と比べて40%もの、得票を失うという大惨敗を喫した。すぐに入閣せねば、ナチ党運動が瓦解すると考えた。こうした中、シュトラッサーは、 シュライヒャー首相から副首相兼プロイセン首相としての入閣を打診された。シュトラッサーはヒトラーに入閣の必要性を訴え説得を図ったが、ヒトラーはこれを認めなかった。ヒトラーは12月7日にナチス国会議員を集めて、シュトラッサーの行動を党内分裂行動、最終的勝利5分前で私の背中を刺す行為であるとして弾劾した。シュトラッサーは 彼の部下である全国観察官や州観察官からの異流を無視して12月8日には党の役職すべてを辞したヒトラーはシュトラッサーの権力の源泉だった中央集権的な全国観察官制度を廃止し大官区指導者を直接自分に従属させた1933年1月30日にヒトラー内閣が成立するとオットーは国外に亡命したがグレゴールは ドイツ国内に泊まった。1934年6月、ヒトラーが突撃体問題に悩まされている頃、ヒトラーは内閣改造を考えていたと言われ、シュトラッサーを呼び戻して内省家経済省として入閣させる計画があったという。その兆候は1934年6月23日に、 ヒトラーが、党員番号6番の応募なチ党員バッジを、シュトラッサーに送ったことに現れていた。そのため突撃退縮制の準備を進めていた、ゲーリングとヒムラーは、シュトラッサーを危険死して彼も一緒に殺害することを、決意した。1934年6月30日の長い、ナイフの夜事件の際にシュトラッサーは、ヒムラー指揮下の下下タポによって拉致された。 その2時間後、新鋭隊員により刑務所内で射殺された。公式には自殺と発表された。ナチス・サ派の代表格として知られるが、彼は弟の夫とは違って、党首であるヒトラーの決定を絶対と考えており、公然とヒトラーに抵抗することはなかった。むしろグレゴールは党を割ってでも、社会主義政策を押し通そうとする夫の方に批判的であった。 ありがとうございます。